こんにちは。まだニキビは治りません。今日は高崎へ今ミニで向かってます。向かってます。高崎は何県ですか？いやだ群馬。やった群馬です。やった群馬。今日高崎にドゥル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 、でん、大黒摩季さんのライブに行きます。イエーイ。私は年の離れた兄弟がいる関係で、結構昔の曲をよく聴いて育ったんですけど、それこそ大黒摩季さんめっちゃ聞いてて、高校生の時に初めてララら以外の大黒摩季さんの曲を知って、夏が来るとかちょっととか、そこら辺から入ってかっこいい歌を歌う人がいるなと思って、めっちゃ好きになって、念願の今日初ライブです。初ライブ。なんで高崎かっていうと、他の近いところがもう知った時には埋まっちゃってたんだよね。そう、唯一高崎だけまだチケットありますよって状態だったから、もうこれは行くしかないと思って。今回何周年みたいなやつなんだよね。そう、はい、30周年です。過去のヒットソングとかをバリバリやってるってことで行きたいって言ってたんだよね。もう私が好きな曲全部入ってて、あのセットリスト見たら、一度のライブでこんなに好きな曲が全て聴けるっていうのがなかなかないんじゃないかなと思って、行かねばと思って。で、本当は一人でも行くって言ってたんだけど、やっぱ寂しいから行こうよっつって。高崎ってどうやって行くのみたいなとこから入ってくる。高崎って行ったことある？ない。初高崎群馬を群高？あ、じゃあ群発？あ、群あり？群あり？なし。行ったことない。初群？今日群馬も行くの？え？高崎は群馬県でしょ？ああ、そうか。何の話してるの？で、ちょっとなんかついていけない。ちょっと待って、置いてかない。高崎着きました。まもなく劇場。あるはず。書いてあるよ、看板に。ね。あ、出てきました。続いて右方向です。ここです。なんかまだそんなに人はいなさそう。中のカフェ空いてるかな。ちょっと見てみたいね。うん。で、裏にすぐ駐車場があるらしいんで。あ、ツアトラありました。撮ってる人いるね。かっこいい。カズさんとお揃いのセンターライン入ってる。目的地は、あのツアートラック。お疲れ様でした。到着しました。駐車場入ったので行きましょう。この会場のすぐ後ろに駐車場があって。600円みたいですね。安い。事前生産してくださいってなってたね、コムから帰り、先に今駐車券入れて600円払いました。大雨だと思ったから長靴で来ちゃった。恥ずかしい。いや、もう降るかもしれないし。みんな靴だよ、普通に。私だけ長靴。でも長靴っぽくないから大丈夫でしょ。大黒摩季っぽい。それは分かんないけど。ツアートラックがあります。ミニみたいなデザインのセンターライン入ってたよ、ショーン。もうすごいイカチーな。イカチー。高崎芸術劇場、イエーイ。すごい綺麗ね。もうすごい人。すごい人。カフェは埋まってそうだね。無理です。ちょっと散歩しようか。うん。
ちょっと外周りを散歩中です。マキ姉さんの影響か、ちょっとなんかワイルドっぽい人とか髪染めて長髪の人とか多いね。いやなんかねハイライトハイライト入れてる人が多いの。そうね、なんか私もなんか最近入れましたもんね。最近入れたんだけど別にこのためじゃなくてそういうつもりじゃなくてでもなんかそういう感じの人多いよね。多い多い。ライブ前に腹ごしらえということで、またそうだ。ごちそうさまでした。行きますか。駅からこの遊歩道でね、屋根付きでそのまま直接行けるみたい。いいね雨でも。ね。今ちょっとパラパラ来てるから。駅からのアクセス最高だね。ね、それじゃあ楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。大黒摩季さんのライブ終わりました。いやーどうでした。もう私は一番最初に なんて曲だっけ、エビバディゴエビバディゴエビバディゴ熱くなれ、あ、そうそう、熱くなれを聞いてみんなが熱くなってる中一人泣いてました。しょっぱなから泣いてたね。うん、ビャービャー泣いてた。本当になんかやっぱりなんだろうな、ずっと聞いてきたからなんか、あ、早っって思ったけど本物が前で歌ってる泣いちゃった。泣いてらっしゃったね。な、泣く曲じゃないのにね。私もまさか熱くなれで泣くとは思わなかったよ。いいライブだったね。うん、本当に愛のある方だなと思った、うん、なんかそういういろいろな過去をお持ちってことを知っててもなんかそれをなんだろうな、感じさせないパワーと愛と、でもなんか曲の端々にそういう今まで辛い思いとかいろいろしてきたんだろうなっていうのが分かって、なんか余計にグッときて、なんか女性としてかっこいいなと、アーティストとしてはもちろんかっこいいんだけど女性としてもかっこいいなと思ったし、まあ面白かったね、面白い人だったね。随所に親父ギャグ入ってたよね。そうそうそう。40代50代とかの人も多かったけど、うんうん、みんな元気だったね。みんな元気だった、みんな元気だったし、あの20代以下の人手挙げてみたいな時に、まあ、みんな MC の時大体座ってて、で私それ言われた時にここぞとばかりに立ち上がって手を振ったら周りシーンってしてて、でこんなに20代いないことあると思って風さんもちょっと不安になってさ、20代以下って20代含まれないんじゃないみたいな感じでさ聞いてきてさ、今20代含むみたいな、そう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 、以下って言ったよね、そう、あまりにも言いなさすぎてさ20歳以下じゃないよねみたいなね。確かに黒巻さん曰く今日は会場に20代以下が20人ぐらいいるって言ってた。斜め前ぐらいにすごいちっちゃい小学校低学年ぐらいかなの女の子がいたよね。お母さんと一緒に来てたね。もう本当にずっとその子はノリノリだったね。可愛かった。ずっと手振って拍手して、可愛かったね。お母さんも同じぐらいノリノリだったけど。そうだね、遺伝子だね。あとトンバローズ着とったらしい。バチェロレッテのねえ、うん、最後に実は着てるよ言ってたもんね、うん、大丈夫かな、あの客層的にバチェロレッテ見てない人多そうじゃない。いや本当にね、トンバローズ誰みたいなみたいな雰囲気あったもんね。別にええー、みたいな感じが少なかったもんね。ちょっとざわざわぐらいの、うん、む
後ろ、誰みたいな空気あった。あれ、今回のバチロレッテは何話まで見たの？1話。まだ1話。なんか今回のビチョラッテはビチョラビチョラッテは、やだ、ビチョビチョしてる。ビチョラッテはなんか平和ららしい。平和だなって。もうダメだ。ビチョロレッテは平和られて。平和らしいで。平和なんだって。そう。インスタライブは途中でしたんだけど。ねえ、ライブ中に2曲インスタライブやって。ね、あまり長くやると途中で見なくなる人がいるらしいけどみたいな。でも2曲やっちゃうもんねみたいな。見ようが 見まいが私たちには関係ないしねみたいな。私たち別に見られなくても生きていけるもんね。あ、そう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 。かっこいい。かっこいい。言ってたくせにさ、終わった後さ、やっぱ見られると張り切っちゃうって言ってたよ。そうそうそう、田舎もは張り切っちゃうって言ってた。でも配信切った後に終わったって言ってた。張り切ったからね。そうそう、面白かった。人間味のあふれる方でした。じゃあこっから1時間ちょい、はい、寝ますか？運転、おーい。おーい。違う。運転して帰ります。はい。運転しようか？うん。まっすぐでしょ？まっすぐとかじゃない。だからそっちの方が疲れるんだって、俺は。そう。それでは。気をつけて帰りましょう。帰るまでがライブです。遠足ですって言いそうになった。言いそうになった。分かった。では気をつけて帰りましょう。ピューン。